ラスカル鈴鹿が最終回に登場しトレンド入りしてしまったトプロアニメ第4話、に対するみんなの反応。鈴鹿さんこの子って見ての通りタヌキよ。メガネかわいいね。秋葉でメイドやってそう。おっぱいあるな。おっぱいでっか。なんか急に知らん奴が出てきた。へえ、かわいい。お前メガネっ子だったのか、ブリンカーつけてたわけでもないのに。モブの割にやけに目立ってたやつ。最後はいつもの3人で、誰？元ネタ無視していいなら、トプローペアやべで競り合うところだけど、史実がこうなので。この後ジャパンカップ出て5着に入る。トップロードとオペラ王に食らいついた、一般モブ馬娘。知らない子だわ。もしかしてラスカル。存在感あるモブ馬娘久しぶりに見れた。この子なんて名前になってた？知らない鈴鹿ですね。勝負服ナイスデザインですね。位置的に映さないのが無理だったとはいえ、視聴者からしたら3人に割って入ってるこいつ誰？ってなる。ごくごく局地的に人気出そうな髪色とメガネですね。多分鈴鹿とは関係ないと思う、体型からして。鈴鹿なのに父でかいのか。鈴鹿さんの妹分。妹分じゃなくて妹だよ。人気あんまり出ないけど、ごく一部でカルト的人気はあるやつ。量産型姉貴みたいだな。ステイヤーだから間違っちゃいない。胸のサイズに気をつけてください。3着なのにアンコールにいない。あれはクラシックを分け合った場合の、特別ライブだから、多分。なんか熱いシーンで割り込んできた人。嘘でしょ。足壊して留学しちゃった鈴鹿さんの後に、頑張ってるラスカル鈴鹿巨乳メガネか、いいねラスカル鈴鹿巨乳メガネ。偶然ですね、1999年菊花賞3着はラスカル鈴鹿。サイレンス鈴鹿の2歳下の判定です。ネト競馬さん、どうして唐突にラスカル鈴鹿の情報を？偶然にしても急すぎるだろネト競馬さん。放送終了後すぐかよ。姉は戦闘民族で妹は巨乳メガネ、恋なこの姉妹。やはりみんな気になっていたか。ラスカル感かなりあるな。なるほど、ラスカル感をメガネで出してきたか。髪留めがまさにラスカルっぽい。最後の白熱作画の恩恵を受けた、なんか知らんモブ。消された馬娘。レースに思いや目標を背負っているのは、あの3人だけじゃないってこと。間違いなく私の妹ね。マイルから中距離を得意とした平たい姉とは対照的に、中距離から長距離を得意とした巨乳の妹。誰とも言っていないので許可不要なコンテンツ。プレハブに挨拶しに行ったら、スペちゃんがいらんこと言うのまでわかる。日本のトレンドラスカル鈴鹿。0年代のギャルゲにいそう。この後はルテンでも迫ってくるモブ。この子はゲーム中で出てくるモブ馬娘のデザインとは別枠？勝負服はゲーム内モブと全く同じやつ。そっか、じゃあアニメでデザイン先出しってわけではないのね。この子なんでこんな話題に？サイレンス鈴鹿の弟だから、普通に知名度がある。この後阪神大商店と春店で2着と、トプロに先着するから、3強と認識されてた時もあった。今まで3回くらい出られるチャンスがあったのに、全部棒に振ったから。まさか、実装ワンチャン？菊花賞のイニングザソウルしてから、クラシック馬娘でアンコールライブって流れかな。クラシック路線最後のレースで、体感馬娘でアンコールって感じだろう。最後はアンコールからのライブだから、ウィニングライブのおまけ部分と思われる。オペラ王のレースを追ってると、ちょいちょい出てくるラスカル鈴鹿という名前。妹を気にしすぎる綾部さんと、認知してくれない鈴鹿さん。鈴鹿さんは後ろを振り向かないから。綾部さんも下の子のことは認知してないから。アニメ一期でも違うデザインでモブで出てた。君一期と姿違くない？アンコール前は、この子のがバルンバルン揺れてたってこと？菊花賞の検討がなかったことにされなくてよかった。大隅ブライトも目立ってたし、そこは逃さないよなって思ったよ。バンデットビルダーって言われてたけど、誰かわからんかった。急に妹が生えてきても困るしな。
綾部さんに関しては菊花賞6着なので、最後の直線は絡みようがない。この時はもう鈴鹿さんはいないのか、いやいるけど。金色予定を超えるほど目立ってたモブ馬娘。今までのモブと違って、モブがシングレ化を見せたの初めてだし。この時代の名脇役の一頭って感じの馬、仮に正式に馬娘化するとしても玉がだいぶ底をついてこない限り、出番は回ってこないだろうってくらいの地味さ。スペが日本総大賞の時に、その次に日本馬で人気あったのラスカルだったよね。まあ、なかったことにされるよりはるかにいいんじゃない？ゼファーにもモブ時代があるから。鈴鹿姉妹ならきっと、お互いの距離違うこと無視して姉妹で競争とかする。今までモブが挟まってなかったから、なおさら気になるやつ。改変してラストは三強の競り合いにするのかと思った。それはそれでかわいそうなんで。個人的に綾部さんが史実克服して、三着に来てたら冷めてたと思うので、忠実でいてくれてよかった。そこはもうシビアっていうか大河ドラマだよな。結果自体は変わらない。ただその時の人物の心情は、物語を書く人の解釈が分かれるみたいな。今のところ馬娘で着順改変は一度もやっていない。まあそれやったら荒れるだろうから。レースの結果は変えずに、レース中に演出を入れるのは舞台でもやってたけど、育成ではできないからこういう媒体ならではでいい。1期はまだ F 展開やってたね。2期以降はどの媒体でも史実のレース結果は覆さない方針になって、IF はアプリで自分の手で見てみようって感じになったけど。めっちゃ可愛かったな、好みすぎるラスカル社長。鉄頭鉄尾史実に忠実だったね。ラスカルはすごいんだぞ、この後も JC5 着阪神大賞典2着春典2着と、バリバリ活躍してくんだぞ。まあ勝ったものじゃないと、記録や記憶に残りにくいわけだが。相当記憶には残ってる方の馬だと思うぞ、ラスカル鈴鹿。記録？どうして重賞0勝なの？重賞勝ててないけど掲示板には何回も入ってるから、結構強い子なのでは？ラスカルさんは翌年の重賞なら勝てると思ったら、そこにもオペラ王と怒涛がいたという悲劇。間違いなくこの世代の一頭として名は上がるけど、5倍以降は金庫賞で入れ替わるように、怒涛にポジションを持っていかれてしまった。金庫なら勝てるそう思っていたら怒涛が覚醒してきました。4勝しかしてないけど、掲示板に入ってることは多いので、2億くらいは稼いでるんだよなラスカル鈴鹿。ライブにいねえじゃねえかって言われたけど、謎の馬娘がセンターで踊るの見せられるのも、視聴者的にはちょっと困る。怒涛も今作からいきなりオペラと絡み始めたし、いきなり妹が出てきてもいいだろう。早日でブライアンみたいに馬娘だと、母親が一緒だと姉妹になるっぽいから、ラスカル鈴鹿はバッチリサイレンス鈴鹿の妹になる。お姉ちゃんスペさんとジャパンシーも出るから応援してね。スペちゃーん。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。